お前の親父は王女を守るため命尽きるまで戦った。嘘だ、嘘だよ父さん。大国オルタンシア、その700年の安寧は悲劇によって崩れ去った。これからは俺がこのオーベルを治めなきゃならない。王女はその身を偽って生きていかねばなりません。僕には力がいるんだ。もう泣いてるだけは嫌なんだ。大切な人たちを守るために俺は強くなると父に誓った。真っ先に新しい世界へ生まれ変われる日まで。しぶとい野郎だ。貴様が父さんを殺したのか。アルフレッド、絶対に主を、大切な仲間を守るんだ。あなたにはこの国の本当の姿がまるで見えていない。ついに捕らえた。この女こそ石碑病の魔女。実は仲間に隠してることがあるんだ。どこまで歩こうと変わらない未来や。マリアさん。オーベル領主、我らが教会騎士だ。その剣を抜くことが何を意味するか。聞こうならば理解しているであろう。俺は父さんから受け継いだこの剣で何と戦わなければいけないんだ。あの魔女は処刑が決まった。いかなる手を使ってでも始末しなさい。俺はオーベルも仲間も全て守る。それが俺の正義だ。さようなら、アルフレッド。マリア！テレビアニメ「オルタンシアサーガ」2021年1月放送開始。